こんにちは、たくみです。今回はおーちゃんと昼間のデートに来ています。ここはフワランポーンエリアと、あと This is タラートノイ、right? Yes. This is タラートノイというエリアで、旧市街ですね。趣のエリアが広がっていますね。それでは今日も楽しんでいきましょう。 Thank you for coming today. So, how are you today? Good. Good? Yeah, and you? Very good. Did you sleep well last night? Oh, yeah.I think you sleep well last night. And did you eat breakfast already? Oh yeah. Oh yeah? What did you eat? Fried rice. Ah, fried rice? Yeah. From morning? Yeah. Really? Okay. That's good. And this area is very beautiful. Have you came here before? Never. Never? Yeah. You mean Tara Tonoi or Phua Lampong? Both? You didn't come? Never come around here before. Okay. How do you feel this area? I think it's better. Feel good. Yeah. I feel good. There's many green and rivers, and I feel the building is very old. Oh yeah. Like a old Bangkok city. So this is area is very local. こんなエリアに出てきましたね。すごいここも趣があります。So we go this way. はい。ということでここからがタラートノイのメインエリアですね。こんな大通りを。Let's go this way. Let's go this way. I think you can go.ということで、タイ人のおーちゃんもこんなところは行けないんじゃないと言っているようなところに道が続いていますね。この子の格好もめちゃめちゃ可愛いです。そしてスタイルも抜群で、めちゃめちゃギャルという感じですね。はい、ということでこんなところにこんなお寺みたいなのもありますね。そしてもう横からも人が入ってきてますね。こっちも道ですね。すごいところです。こんな感じで、お寺があります。そしてあっちにも道が続いています。Okay, let's go. This one. It is also like a temple. Yeah. Okay. There's many temple. Yeah, the whole thing is happening in Chinese. Ah, okay. All Chinese. Okay, so.おーちゃんの言う通りですね。よく見るとこれ中国系のお寺ですね。あ、OK。So it means there is many Chinese people here. OK。こんな感じで、めちゃめちゃローカルで食べ物も、見たことのない食べ物。What is this one? Okay, you don't know? あ、タイ人のおーちゃんも知らない食べ物とか並んでますね。Wow. So this is really different culture area. わ、すごいです。動画はこんな感じで。ここからは普通のエリアですかね。So this is very local area, and sometimes you eat like this food too? Yeah. Okay. And you came here first time. Which way is good for you, do you think? I think this way. This way? Okay. こんな感じで、路肩に果物も売ってたり、あと、かなりヘビーな部品屋というか、超ローカルなエリアが広がってますね。There's no many tourists here. Yeah. Because it's not time for travel. You mean it's a rainy season? Yeah, and it's too early. Okay, too early? いきなり、中華みたいな場所が。あ、oh, okay. That's good. It's a cafe? こんな感じで、おーちゃんが、おすすめのデートの、
カフェを選んでくれてますね。いや、すごいいい関係ですね。Can I just go midnight here? おーちゃん、こんな感じでクールなんですけど、めちゃめちゃ優しくて、何より頭がいいですね。うん、なんかドジだなとか思うこともめっちゃなくて、いつもいろいろテキパキいろんなことを選んでくれたりしますね。This is Chao Phraya? Yeah. Oh, okay. こんな感じで目の前にチャオプラヤリバーも見えてますね。うん、わ、そしてさすがタイという感じです。あっちに五重の塔みたいな場所もあります。バンコクでもこんな感じで、うん、少し歩けばいろんな風景が見えますね。わ、ハトとかもいてめちゃめちゃ綺麗なデートスポットみたいな感じです。対岸にはめちゃめちゃビルが広がってますね。ここもすごいいい感じの公園で、うん、川の風景も綺麗だし、あとこっちに緑も広がってますね。くつろぎやすそうです。ここ旧市街いろんなエリアがありますね。そして何よりこれいつもカメラ向けてと思うんですけど、この子引力がやばいです。風景も撮りたいんですけど、この子の可愛さにつられて、うん、カメラのジンバルがこっちに向かって行ってますね。レッツゴー。下町エリアなんですけど、アホみたいに高い、なんか無造作な ホテルなのかな、アパートがありますね。これはこれですごいです。うん、そしておーちゃんも写真を撮ってますね。まさに女の子とのギャルギャルしたデートという感じです。うん、こんな美女と一緒に歩けるはずのないおっさんがローカルのデート。うわ、そしてさっきの出てきましたね。こんな感じですね。これ何でしょう。そしておーちゃんコーヒー好きなので、うん、カフェに目が行ってますね。 Do you want this? Any place you wanna drink? それじゃあちょっとここ入ってみましょう。よりかなんかこんな感じですね。うん、おしゃれな雰囲気が広がっています。はい、そして来たのはこんな感じのめちゃめちゃ可愛いやつです。僕もこんな甘いの大好きなんですよね。おーちゃん以上に僕食べたいですね。おいしい。おいしい。かわいすぎる。嘘っけ。Can I have one scoopCan I one scoop for me? Me? Yeah. ということで、うん、おーちゃんに一口もらいたいと思います。一口くれるのにすごい恥ずかしそうにしてました。 OK.